ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、ちょっと聞いてよ。この間、久しぶりに同級生と会ったのだけど、ものすごい嫌味を言われたの。もしや、マウントを取られたってやつか？完全にマウント取られたわ。もともと気の合わない仲ではあったけど、正直あそこまで性格が悪いとは思わなかったわよ。歳を重ねれば重ねるほど、友達も減っていくだろうな。そりゃあ、あんな性格していたら人は離れていくわ。そんな性格の持ち主は、一般社会だけとは限らないぞ。一見、華やかな芸能人たちも性格が悪すぎて友達がいない芸能人もいるんだ。そうなの？芸能人の裏の顔ってやつかしら。すごい気になるわ。じゃあ今回は、性悪すぎて友達がいない芸能人を紹介していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。一人目に紹介するのは、清純派女優として名高い宮崎葵さんだぜ。一時はあまり露出しなくなったけれど、最近また女優として活動しているわよね。久しぶりに綺麗で可愛い彼女を画面越しに見れて嬉しいわ。宮崎葵さんは、童顔で可愛らしい見た目から清楚なイメージがとても強いが、結構性格に難があると言われているぞ。え？そうなの？すごい柔らかい雰囲気だし、全然そんなイメージがないわ。というのも、宮崎葵さんには二股疑惑が浮上したことがあるんだ。まさか、男性関係にだらしないってことかしら。清楚なイメージとは裏腹に、かなりの男好きなようで、過去にも何度か異性関係で揉めたことがあると言われているぜ。ちょっとイメージが変わってしまうわね。男の人に依存しやすい、恋愛体質なのかもしれないわ。そして、俳優である岡田准一さんとの結婚でそれを裏付けてしまうことになるぞ。あまり覚えていないけど、当時純粋に結婚を祝福するというよりは、別の理由で騒がれていた気がするわ。それもそのはず、旦那となった岡田准一さんとの交際期間は、宮崎葵さんがまだ元夫と結婚している時期とダブっているんじゃないかと噂されているんだ。でも、例の事務所に所属していた男性アイドルがリスクを負ってまで不倫なんてするかしら。その噂って本当なの？実は、この不倫疑惑は宮崎葵さんの元夫である元俳優の高岡壮介さんの知人が告発したとして、宮崎葵さんと岡田准一さんの生々しいメールのやり取りなど、不倫の証拠を高岡壮介さん自身が掴んだとされていたぞ。それはちょっと信憑性が高まるかもしれないわね。だけど、その元夫である高岡壮介さんも正直あまりいいイメージはないわ。結局、元夫とは不倫疑惑が報道された翌日に離婚を発表する形になり、その後、2017年に岡田准一さんと結婚すると子宝にも恵まれ、子育てに専念するため女優活動はほぼ休養状態となったんだ。お子さんがいたのね。過去はいろいろあったにせよ、家族で仲良く暮らしているならそれでいいと思うわ。二人目に紹介するのは、実力派女優であり、女性が選ぶなりたい顔ランキングでも殿堂入りしている石原さとみさんだぜ。最近、女優業に復帰したけど、産休明けとは思えないくらい変わらない美貌に驚いちゃったわ。女性からの人気も高い石原さとみさんだが、実は性格が悪いなんていう噂もあるんだ。バラエティ番組とか共演者とお話ししている姿を見る限りでは、そんな印象はないけれど。石原さとみさんはドラマでのイメージも相まってあざとい印象を持たれている人も多いと思うが、実際に現場では人によって態度を変えることで有名なんだぜ。特に気に入っている男性には常に笑顔で仲睦まじい姿を目撃されているようなんだ。単純に疲れていたタイミングでそっけない態度になってしまった部分を、切り取られている感じもしなくはないわね。他にも、マネージャーやスタッフに対する態度が横柄だと言われているぞ。結構口が悪いなんていう噂もあるんだ。それが本当なら、かなり衝撃的だわ。まあ、あれだけ多忙な日々を過ごしていれば、神経がすり減ってイライラしやすくなるかもしれないな。俳優さんはどうしても役柄のイメージが先行しやすいけど、本当の姿はわからないものよね。3人目に紹介するのは、AKB48 の元メンバーで、現在はタレント、MC として活躍している指原莉乃さんだぜ。サッシーは、本当にどんどん綺麗になっていっている印象だわ。アイドル卒業後も大活躍しているわよね。指原莉乃さんはアイドル時代から頭の回転が速く、バラエティ番組でその頭角をメキメキと表していたぞ。今や、売れっ子 MC の仲間入りだものね。そうかと思えば、プロデューサーとしての能力も発揮していたり、才能の塊だわ。そんな指原莉乃さんだが、実は裏の顔があると囁かれているんだぜ。バラエティ番組で十分その部分をさらけ出しているように見えるけど、あれはあくまで表向きの顔ってこと？指原莉乃さんは、AKB48 時代に後輩に対する陰口がひどかったようで、彼女に怯えている後輩もいたと言われているんだ。女の世界だから、結構裏ではドロドロしてそうよね。他にも、アイドル時代に行った握手会では会場裏で、手を洗いたい、早く手を洗わせて、
と発言したことが週刊誌に報道され、炎上したこともあるんだぜ。まあ、サッシーなら言いそうな気がするわ。もともと気の強い性格であると自身でも公言していることから、アイドルとして全盛期の頃は、何かとそういった態度が表に出てしまっていたのかもしれないな。今の活躍ぶりを見ている限りでは、スタッフからも愛されているように見えるわ。まあ、芸能界で生き抜いていくには、気が強いくらいがちょうどいいのかしらね。4人目に紹介するのは、こちらも AKB48 の元メンバーで、現在は女優として活躍している大島優子さんだぜ。最近も日曜劇場に出演していたり、活躍する姿をよく見ているわ。大島優子さんはアイドルとして活動する前には、子役でデビューしているんだ。その後、ジュニアアイドルを経て AKB48 の全盛期にエースの一人として人気を博していったぞ。子役としてデビューしていたのね。いつもニコニコしていて明るいイメージだわ。そんな大島優子さんだが、実は裏では驚きの行動をしていたと言われているんだ。まさに裏の顔ってやつね。一体何があったの？それは大島優子さんが芸能人たちが集うとあるパーティーに参加した際に、お笑い芸人の宮迫博之さんが身につけていた高級腕時計に目を光らせ、触ってみたいとお願いしたそうなんだが、それを拒否されたため腕時計に噛みついたとされているんだぜ。ちょっと想像の斜め上を行く行動だったわ。温厚そうな宮迫博之さんもドン引きしただろうな。大島優子さんは楽しいパーティーでお酒に酔っていたのかしらね。この出来事が世間に知られると、性格が悪すぎると話題になったぞ。性格が悪いというより、素行が悪いわね。たとえおふざけやお酒に酔っていたとしても、先輩の高級腕時計に噛みつくなんてちょっとシャレにならないわ。5人目に紹介するのは、モデルで女優としても活躍しているトリンドル・レイナさんだぜ。お人形さんみたいでものすごく可愛いわよね。優しそうな雰囲気だし、性悪なイメージなんてないけれど。トリンドル・レイナさんは、モデルやタレント、女優と幅広く活動しているが、とある人気リアリティ番組で MC を務めていた際に、スタジオ内でつまらない、うざい、面白くないなど、自由奔放すぎる発言に共演者たちは冷や汗をかいていたそうだぞ。思ったことがそのまま口に出ちゃうタイプなのかしら。さらに他にも、とあるファッションショーに出演した時には、同じモデル仲間である誰逃れ明美さんと揉め事を起こしていたようなんだ。気の強そうな誰逃れ明美さんとやり合うなんて、トリンドル・レイナさんも相当負けん気が強そうね。テレビで見る雰囲気とはかなりのギャップがあるエピソードだぜ。人は見かけによらないってことかしら。モデルの世界も大変そうよね。6人目に紹介するのは、タレントや女優、ニュースキャスターとしても活躍しているホラン千秋さんだぜ。ホラン千秋さんって、サバサバした性格で思ったことははっきりという印象があるわ。何よりクールでかっこいい雰囲気もあって憧れちゃうわ。TBS の報道番組 N スタのキャスターとして、お茶の間の夕方の顔ともなるホラン千秋さんだが、実は性格が悪いと噂されているんだ。そうなの？キャスターの姿は好印象しかないけれど。ホラン千秋さんは青山学院大学文学部英米文学科を卒業し、2009年からの1年間はオレゴン州立大学にも留学しているという経歴の持ち主なんだが、どうやら他の芸能仲間に対して学歴差別とも取れる発言をしていたそうなんだぜ。ということは、高卒なんてもってのほかってことかしら。高卒の人に対してはもちろんだが、たとえ相手が先輩であっても、一流大学を出ていない人に対してはバカにするような態度をとっていたと言われているぞ。周りの学歴を気にしたことなんてないわ。人の能力や才能はそれだけで測れるものではないもの。さらにホラン千秋さんの性悪さは学歴差別だけにとどまらず、とある番組で共演者たちと携帯ゲームをしていた時に白熱してしまい、大御所の和田アキ子さんに対しかなり口の悪い発言を繰り返していたそうなんだ。それはテレビ的なネタではなくて？さすがの和田アキ子さんも堪忍袋の尾が切れたのか、ホラン千秋さんの言に対して激怒していたようだぜ。そんなこともあり、当時共演した人たちとの仲は最悪だったと言われているぞ。うわぁ、ということはネタではなくてガチで、弦を吐いちゃったってことね。もともと、ホラン千秋さんのタレントイメージとして、切れ味のあるコメントで場を沸かせる存在でもあったと思うが、さすがに行き過ぎてしまったのかもしれないな。本当のところはわからないけど、夕方の顔として出現してしまわないことを祈るばかりだわ。7人目に紹介するのは、虹のママという顔も持つ女優の竹井絵美さんだぜ。ママになってからも変わらず美しいわよねー。エグザイルの TAKAHIRO さんと結婚発表した時はびっくりしちゃった。竹井絵美さんは雑誌セブンティーンの専属モデルとしても活動していて、デビューから瞬く間に人気女優へ上り詰め、CM 起用数ランキングも首位を獲得するほどの活躍を見せていたぞ。好感度がなくちゃ CM 女王にはなれないわ。そんな竹井絵美さんが性悪なんて想像もできないけれど、デビューからトントン拍子で一気にスターダムへ上り詰めたことが原因かはわからないが、現場ではわがままな女優と言われていたそうだぜ。ええ？
それって本当なの？ものすごくいい子そうなのに、そんなイメージが湧かないわ。ある時は、用意された衣装が気に食わないから着ないなど、マネージャーを困らせるような行動が多々あったそうだ。それはマネージャーも大変ね。順調に売れたものだからちょっと気が大きくなっていたのかしら。他にも、指示されたポージングが嫌だからと撮影を中断し帰ろうとしたり、とにかく自身が納得いかないことがあるとダダをこねて周囲に迷惑をかけていたようだぜ。ダダをこねるって、子供のわがままじゃない。案の定、現場からは、二度と一緒に仕事をしたくないと語るスタッフも存在するみたいだな。テレビ業界のことは知らないけど、たった一人でできる仕事ではないことくらいはわかるわ。そんな環境で自分勝手な行動を取り続けていたら見放されても仕方ないわよ。まあ、若気の至りという部分もあるかもしれないぞ。大人になった今ではそんなこともなさそうだけど、これからも一緒に働く仲間は大切にしてほしいわね。最後に紹介するのは、子役から現在まで女優として第一線で活躍している志田未来さんだぜ。今はすっかり大人な女性になったけど、子役時代は演技力の高さに衝撃を受けた記憶があるわ。志田未来さんは子役としてデビューし、2006年に放送された連続ドラマ14歳の母では初主演ながら年間ドラマ大賞で主演女優賞を獲得するなど、俳優としての実力を高く評価されたぞ。ドラマ14歳の母は衝撃的だったわ。幼い頃から長くテレビで活躍しているけど、志田未来さん自身のことってあまり知らないのよね。あまりバラエティ番組などで見る機会も少ないからな。そんなミステリアスな女優、志田未来さんにも裏の顔があると囁かれているんだ。しっかりしてそうな印象はあるけど、どんな一面があるのか気になるわ。志田未来さんの性格の悪さを裏付けるファンの間で有名なエピソードがあるんだぜ。それはある日野外で撮影をしていた志田未来さんに、一人のファンが握手を求めると手が汚れるからと断られたというんだ。撮影をしていたなら、声をかけてはいけないタイミングだったのかしら。だとしても言い方というものがあると思うわ。志田未来さんは本人も認めるほどわがままな性格なようで、とある作品で声優を務めた彼女に対しあるプロデューサーは、志田未来さんはちょっとわがままで自分勝手、それがキャラクターそのものだと評価したぞ。プロデューサーから直接わがままだと評価されるって相当じゃない。業界内でも志田未来さんの性格は有名なのかもしれないわね。幼い頃から大人の世界で働き続けている彼女の感覚は、一般人からは理解できない部分もあるのかもしれないな。そんな性格が影響してなのか、志田未来さんは、ディズニーランドに一人で遊びに行くほどのごっちだそうだ。女性も一人でいろんな場所に行きやすくなった世の中とはいえ、ディズニーランドに一人で遊びに行ける勇気はすごいわね。まあ、もともと一人が好きなタイプでもあるみたいだがな。そうなのね。あれだけ活躍し続けるにはある程度、我が道を行く心の強さが必要なのかもしれないわ。常に周囲や世間から評価される職業なだけあって、メンタルの強さは絶対に必要だとは思うぜ。ということで、性悪すぎて友達がいない芸能人を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。